はい、こんにちは、後藤です。後藤寿司の松川です。はい、じゃあ今日は何回目？今日は9回目。はい、全身をめぐる関節の旅の9回目ね。はるかちゃんの旅番組のアシスタントのことです。違うの。なんかもうコメント欄ではそういう風な感じになってるよ。いや、なってない。はるかちゃんの番組っていうことになってるんで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。メインパーソナリティですね。はい、まあそんなわけで今日は9回目で、一応このシリーズが12回完結、はい、なんであと3回、残り3回です。で今日は2本連続で撮るの で、今日はね、まだやってない残っている、ちょっといい、これ今日は鎖骨のちょっとね、関節の調整法ではないけれども、やっていこうかなと思いますね。でこれで全身、今回は12回じゃない、12回で全身の結局12箇所の関節をね、こうなんていうのかな、こう調整するというか、そういう旅なんですけども、なぜ鎖骨を選んだかってことなんですよ。鎖骨の調整法ってある？いや、私初めて聞いたんですよ。あ、本当？今日珍しいですよね。 あんまり多分聞いたことない治療科さんが絶対多いと思います。だいたいね、このパターンなのね、会話が。えって。そうなんです。なんか前もなんか俺、はるかちゃんに何か言ったよね。なんかありました、ありました。そこ調整するんですか、うん、ね、っていう。だから、こうはるかちゃんみたいに、その教材メーカーにお勤めの方も、あんまり今まで見たことがないというね。本当にそういう主義ばっかりです。うん、でも僕の中では全然メジャーなんですよ、鎖骨って。ほとんどの調整の人触ってるしね。だけど触らないって人が多い。だからこそ、まあ今日はね、鎖骨をちょっと入れて、やっていきたいなっていうところなんですよ。で、はるかちゃんの今日のファッションチェックからまずいきたいなと思うんですけど、今日どんな感じ？ポイントは。ポイントですか、うん、ちょっとなんかこのリボンがね、可愛らしいよね。気合の入った下から舐めてんね。恥ずかしいです。もうほら、コメント欄のおじさんたち喜んじゃうから。お前らエロいコメントやめろよ、マジで。本当にセクハラだぞ、それ訴えるぞ。うん、でもね、なんかすごいね、はるかちゃん人気がね、いや、とんでもないです。もう高いのがもう本当によくわかります。で、ポイントは今日の、なんかちょっと、恥ずかしいですけど、ちょっと、気合を入れてきました。あ、気合を入れてくると今日最後の撮影になっちゃうかもしれないっていう、ちょっとめっちゃ気合を入れた。なるほど、ありがとうございます。でね、そうなんだよね、このシリーズがさ、12回じゃない。で、今日9回目、10回目一緒に撮ります。で、もう一本撮ったら終わっちゃうんだよね。いや、そう、ちょっと信じられないんですけど。なんか1年早くない？早かったです、マジで。すごい、ね、コロナになってからさ、この企画始まってさ、そうですね、もう1年だと思って、ね、最初はね、ちょっと最初の3回はるかちゃんじゃなかったんだけど、しおりちゃんだったんだけど、ね、途中からはるかちゃん代わってもらって始めて、で、一応なんとなくオファー的なものをいただけてないんだよね、まだね、来年の。おかしいなって感じなんだけど、だから、もし僕がね、続けてもいいなと、まだちょっとコトーのシリーズ見たいよっていう人は、ちょっとコメント欄書いといて、で、駆動権を動かして、皆さん見たいですよね、いや、俺やってもいいんだけど、オファーなかったら、なんか恥ずかしいじゃん、俺からやりたいっていうのを、まあ今言っちゃってるけど、会社としてもぜひやっていただきたい。皆さんからもぜひ見たい方ばっかりだと思うので、ね、だからコメント欄が盛り上がんないようだったら俺はもうやめます。今回でこの12回で終わりにするので、まあお役ごめんってとこでしょうね、うん、でコメント欄で盛り上がれば、多分はるかちゃんを通して会社の上層部かな、お話がいって、また多分シリーズが始まるんじゃないかなと思うので、見たい方はコメント欄にぜひ、コメント入れといてください。で、会社動かしてください。熱いコメントお願いします、ね、なんか俺から言うの違うじゃん、みんなから言えよって話見たいだよね、うん、いいじゃん、どうせタダなんだからね。はい、じゃあ頑張っていきましょう。じゃあこの前に、今日ははるかちゃん、今日ね、だいたい上の方、今日は鎖骨で、来月配信の分は肩甲骨でいこうかなと思うんですよ。で、ちょっとね、このお洋服だとやりづらいので、ちょっとお着替えタイムということで、はい、じゃあ着替え、はい、よろしくお願いします。はい、はるかちゃん、お着替え終わりました。はい、じゃあ行きましょうかね。じゃあ今日はね、鎖骨というところをやっていきますね。鎖骨で、皆さん鎖骨使わないでしょ、あんまりね。ここね、すっげえポイントたくさん隠れてるんですよ、うん、で、鎖骨で何かこう変わる場所って、はるかちゃん、なんとなく想像つく？まあ、上半身なので、うん、肩とか、うん、そうだね、そうだね、そうで、これさ、これ後ろ側からここ見てみるとさ、やっぱ鎖骨、ここね、ちょっと上から撮ってもらおうか。これ肩甲骨と肩峰でね、くっついてるんですよ。だからやっぱ肩甲骨と、だから今日2回シリーズでね、これとこれやりたいっていうのはこういうことなのね。こう繋がってるところを行きたいなっていうね。で、この鎖骨もここで腱鎖関節ね、肩と鎖骨の腱鎖関節ね、
で上腱鎖靭帯っていう靭帯でここついてます、ピタッとついてます。でこっち胸鎖関節ね、胸骨と鎖骨の間ね、でこれは前胸鎖靭帯っていう靭帯でくっついてるんですけど、この靭帯ね両方とも結構ガチガチです。ガチガチにくっついてる上に、みんなデスクワークとかでこの辺力入れるもんだから余計くっついちゃってるんですよ。で鎖骨が動かない状態のまま生活してるので、いろんなところに不具合が出るね、そういうことなんですよ。で鎖骨の基本的な動き知ってます皆さんね、こう鎖骨あるでしょ、僕の指を鎖骨だと思って、うん、でこれ離れたりくっついたりって言うとおかしいけども、ここはそんな離れないけど、一応方向ね、外側に離れる、内側に向かう、それから前方に捻転したり後方に捻転したりね、それから上がったり下がったり、なんかそういう動きが基本的な動きがあるんですよ。でその中でも今日はちょっとね、鎖骨を全クライアントの後方へちょっと押してみたり引っ張ってみたり、前方ね、だから胸鎖関節の後方滑り、前方滑りみたいな、鎖骨の後滑り前方滑りみたいな、そういうテクニックを今日はお披露目したいなと思っています。でね、やっぱりここだからなんとなくね、肩とすごい関係するってね、はるかちゃんもさっき言ってましたけど、これも正解なんですよ。だけどそれのみならずですよ、のみならず頸椎の動きが良くなったり、それからなんとなんと骨盤、結構変わるんですよ。うん、全然離れてるのに、離れてる。後でいろいろチェックしようか、足の方もチェックしようか、はい、うん、面白いと思いますよ。はい、じゃあそんなわけで、じゃあ赤ちゃんちょっとビフォーアフターちょっと撮ろうか、はい、またねアンチうるせえからノーカットでやるわ。おお、ね、じゃあ赤ちゃんノーカットでよろしくな、編集。よし、オッケー。そしたらじゃあまず肩を上げてみましょう、はい、じゃあ横からいってみましょうか、はい、いっかか。いやでも結構今これ、うん、硬い感じで、硬い、そうですね、うん、だいぶ首すごい良くなったんで、うん、そしたらちょっといい、はい、じゃあ片方ずつ行こうか、はい、ここから行って、じゃあ手を返します、はい、じゃあこれでどこまで行きますかって感じですね。自力で結構引っかかってんね。そうですね、ここら辺まで来るとやっぱ全然抵抗感が、うん、感じです。はい、ここまでかな、うん、じゃあこっちもこのまままず行って、うん、よし、じゃあ手を返して、じゃあこれで行ってみてどうでしょう。やっぱここら辺ですね。これでもなんか急に引っかかってくるね、うん、なんか引っ張られてる感はありますね。ありますね、はい、じゃあ一応前後屈も見ておきましょうか、はい、じゃあ自分で少しね、がでもやっぱそんな、うん、めちゃくちゃ悪くないけど、うんうん、結構行ってないんですよね。そうだね、でも後ろの方がいやまたやばい、ちょっといやちょっと来てるな、だいぶ停止良くなってる。オッケーオッケーオッケー、ちょっと痛みつけてるんで、はい、よし、よいしょ。じゃあね、これで仰向けになってもらっていいですか、仰向きで、はい、なんかさ、すっかりアンチコメント消えちゃったんだよな。いや、本当に一切もう一切なくなっちゃったよな、毎回言ってたらアンチする方が恥ずかしいみたいな感じ、恥ずかしいよねっていうか、まだ書いてこいよもう、だからそういう気合がないんだよな、アンチにも、本当になんかつまんねえんだよ、だいたいつまんねえやつが書いてんだよ、そういうのな。よし、行きましょう。じゃあね、ちょっとね、鎖骨なんですけど、足の方からね、ちょっとチェックしてみたいと思います。うん、でね、はい、この鎖骨は、実はフラクタルで、ここなんです、恥骨なんですよ。わかります？恥骨結合のところ。はい、が、イコール、僕の中では。うん、だから鎖骨を調整するってことは、ここね、もう恥骨を調整してるのと同じ感じになるので、結構、腰痛がここから取れちゃったりする。そう、結構え、かなりの遠隔ですよね。そう、かなりの遠隔だよね。はい、なので、ちょっと足の方もね、一回チェックしてみたいと思います。ちょっと違和感あるこれ。結構ギシギシっていう感じがありますね。なるほど。滑らかじゃないです。でね、これ股関節の動きでもあるんだけど、実は恥骨の動きも入ってるんですよ。恥骨がこう上方に少し捻転するような、あの腸骨が前方に上方にね、こう捻転するような動きが入らないと、この動きっていかないんですよね。だから皆さんね、これ股関節の動きだけだと思ってる人が多いので、そうじゃないよっていうねことなんですけど、じゃあこちらも、こっちの方がまだスムーズか、まあ、でもちょっと引っかかるね。でもやっぱ右の方が、右の方が嫌な感じがする。はい、わかりました。よし、はるかちゃんもね、いつも結果出るの早いからね。いや、でも、ほぼ一発でね、誰でも多分。いやいやいや、じゃあ横からちょっとあっちから取ってもらっていい？肩、どんくらいかなっていう、まあ、枕ありますけど、もうここで引っかかるね。そうですね、はい、よし、じゃあもう一度ちょっと手を抜いて逆からいっちゃいますけど、うん、はい、これもちょっとなんか引っかかるね。本当だったらもうちょっと行ってほしいよね、うん、ベトーっと枕につくぐらいね、うん、あと頸椎も見てみましょうか。
このくらいね鎖骨一つでも変わるところがね、そんな全身変わる、うん、あるんですよ。じゃ鎖骨手術してないのももったいないですね。もったいないですね。だからそれを知らないんだよね、うん、教える人もいないしね。でも分かって硬いですか。でも私最初がやばかったので覚えてます。そうね、覚えてもちろん覚えてあの一番最初、4回目の映像皆さん見てみてください。すごいから。でもこれでもまだ硬いんですね、うん、まだね筋肉がね、うん、ちょっとでもねじれは随分良くなってるね、うん、本当に全然なんか最初が信じられないぐらい。なんか成長したね、アルカちゃん。クソ先生のおかげで。育ってきた、育ってきた。いい感じ、感じ。よし、行きましょう。じゃあね、これで鎖骨いきます。はい。で、鎖骨なんですけど、ここね。これ、パッと。あ、アルカちゃん、鎖骨触りやすいわ、すごく。本当に、うん。でもこれ、動くなんて想像できないぐらいガチガチに多分。うん、そうだね。でもちょっともしかしたら痛いかもしれない。あ、大丈夫、はい。で、基本、まず、剣鎖関節からいきます。ね。あ、転鎖じゃない、強鎖関節、強鎖関節からいきます。で、鎖骨をこの2本でしっかりと掴みます。パッと、もうここ、骨の端っこのところね、鎖骨の筋板のところですね、そこに近いところこう掴んで、つまんで、押す、グッと。それから、押すのまでいいんだけど、引く。痛くない？いや、大丈夫、でも気持ちいいです。なんか、今までほぐされてるとか動かされてないところをちゃんと動かしてもらってる感じが、ね、ここね、おそらく触ってもらってないでしょうかね。いや、人生で1回もないですね。で、今ね、ちょっと3回ぐらいこうやりましたけど、後方前方ね、後方前方という感じでやりましたね。この鎖骨をたどっていくと、外側、こっちが剣鎖関節ね。剣鎖関節も同様に前方、クレンさんの前方、それから後方、前方、後方、こういう感じでね、ちょっとゆらゆらと揺らすような感じです。でね、これ結構ね、強鎖関節とかすごい固まって痛い人いるから、本当強くやらないでくださいね。軽くでいいですからね。はい、じゃあまたね、こっち行きます。じゃあ今度左行きますね。本当なんか癒着が剥がれていく感覚がすごいですね。癒着という言葉してんだね。勉強しましたね。会社の方は癒着してないですか。大丈夫です。癒着してないですね。大丈夫です。よし。よし。あ、今ちょっと痛いかもな。じゃあ今度検査。いや、検査こっちの方が硬いね、なんかね。そんぐらい、もうベリベリベリって剥がれていく感じが、でもすごい気持ちいいですね。気持ちいいですか。気持ちいいです。だからこれを痛くない程度にやるっていうのが ポイントかもしれないですね。コツの一つですね。一緒ね、ゆらゆらやってね、少しこう緩めていくような感覚っていうかな、うん、よし、じゃあこれで、じゃあ最初検査した通り足の方からいってみましょうか。もうこれでさっきも言ったように、この鎖骨が動くとこっちの恥骨の方が動き出すので、さっきのこの動きもめっちゃ楽になります。あ、めっちゃ楽、スルッていきましたね。もうね、ちょっと滑るぐらいだね。はい、これ痛みはどうですか。全然ないです。スルッスルッになります。はい、なのでね、この動きはさっきも言いましたけど、股関節の屈曲という感じですけども、股関節だけではないんですよね。恥骨の動きも入ってるわけです。あ、はい、全然こっちもいけますね、うん、でもこっちの方がちょっと硬いな。本当ですか。言ってこうやってちょい足しするわけですよ。もうちょっといけるなみたいな感じがするわけですよ。で、大体同側の方でこれ反応するんで、あ、さっきよりでも全然動くわ。なんか本当に鎖骨ってこんな動くんですね、うん、動きますよ、すごい。で、鎖骨動かないとここが埋もれちゃうと、やっぱ女性もこう胸元出る服とか多いじゃないですか。そうすると、なんかね、この辺がセクシーじゃないの。うん、なんか急にお姉けになってるけど、セクシーじゃないのよ。ね。ほら。あ、すごい、ねね、さらに。今左やったらもうあっという間に。そうですね、うん、本当に。なんかちょっとした引っかかりは消えますね。じゃあ今度はね、手の動きいきますね。あー、おー、枕に押し付けてもまだ足らないぐらいの感じですね。す、全く痛くないよね。全然大丈夫です、うん、本当パターンって、うん、あ、すごい、めちゃくちゃ、うん、さあ、これで頸椎ですね。よし、あ、これまだこんな柔らかくなるんです。まだいけますね。いや、もう十分柔らかいんです。さっきも、ね、いや、まだいけます。え、本当ですか。うん、まだいけます。この後肩甲骨やるので、またそれでね、ちょっと緩むかななんて思うんですけども、はい、じゃあこれでゆっくり、起きてみましょうか。はい、じゃあ立ってみて、はい、ちょっとこちらでね、アフターの状態見せてください、はい、じゃあちょっと後ろ失礼します。はい、じゃあ手を右手からいきましょうね。はい、手を返して、あ、
ね、さっきここら辺でなんかちょっと ね、 抵抗感が僕も感じられたんですけど、今抵抗感感じるところが言い過ぎちゃうぐらいで、ね、本当ですね、すごい。こちらもじゃあ手を返して、さあこれでどこまでいくか、えもういい、ね、もうペタンって、はい、これで前屈後屈も見せてもらっていいですか。あーでももう明らかな、これすごいですね、本当に腰めっちゃ、うん、ちょっと僕もこっちから見ようすごい。あーいいじゃないですか、いいじゃないですか。後ろはどうでしょう。あでも全然、うわいいね、大丈夫。いつも本当にでもそこだけなんですよ。だからあのこのくらいあの体に全身に影響が出るということを分かっていただければいいかなと思いますね。ただ前屈させたいから鎖骨やるとかじゃなくて、僕の場合はそういう考えじゃないですからね。ただ見せ方としてね、あのこういうふうな効果がいろんなとこ出てるよっていうことで見せてるだけなので、こんなんでいちいちどうやってんじゃねえぞ、うん、マジでただで仕入れた情報でどうやってんじゃないぞな、そこだけ気をつけて上手に使ってくださいね。この辺やっぱり触れたことない方多いので、あのちょっと意外性もあって面白い場所だと思いますので、ぜひね皆さん使ってみてください。そしたら来月は今度は肩甲骨を配信しますので楽しみにしててください。はい、はるちゃん何か言いたことある？え、言いたいことですか、うんうん、いやすごい気持ちよかったです。ったすごい気持ちよかった体感してみてほしいです、うん、なんかやられたことない本当に、ね、ベリベリ剥がれていく感覚というか、ね、これね実はね、うん、鎖骨だけでもう10以上の専門があるんですけど、その中の本当一つなんですよ。そのくらい僕はここでもうネタ持ってるので、何か欲しければコメント欄書いておいてくださいね。出すかどうか分からんけど、知らんけど、はい。じゃあまあそんなわけで今月号は終わりたいと思います。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。